多摩川でペアボートに乗って感動したからです。すぐに受け入れてもらいました。自分の努力と考え方で収入が変化するところがボートレーサーになってよかったと思うところです。一次試験、二次試験、三次試験で出る、試験をすべて対策するといいと思います。高校受験で使用する教材や一般教養の本を使って勉強しました。一つの物事を深く考えるということです。練習と考え方、捉え方を勉強しました。 A1 選手になることです。自分の夢に向かって頑張ってください。